はい、どうも買取チャンネルです。今回は数ある小判の中でも分生小判の概要や見分け方、買取価格や価値について紹介していきたいと思います。この動画では次のような流れで紹介していきます。分生小判とは原分小判に次ぐ形で1819年から1828年にかけて約9年間鋳造された江戸時代に入ってから7番目に作られた小判のことです。原分小判が80年以上流通していたことから通貨の損傷や摩耗が激しくなってきたことを名目に原分小判に吹き替えされたんですけど、この吹き替えには別の目的がありました。それが当時の幕府は財政状況が悪化していたことから、今回の吹き替えで金品位をしれっと 10% ほど下げることで財政補填を狙っていたんですよ。要は新しい原分小判を作って古い分生小判と無償で交換することで金 10% 分の差額が幕府の儲けとなるということです。本来旧小判と新小判を交換する際には金の含有量の差を考慮してレートが決められるんですけど、この時は金の含有量が下がっているにもかかわらず等価交換をしたので、自然と幕府側に金が増えていくというわけなんですよ。そんな分生小判の見分け方なんですけど、前回鋳造されている原分小判と多少間違いやすくなっています。分生小判も原分小判も裏面に分の字の刻印が確認できるんですけど、分生小判はフォントが草書体であって、原分小判はフォントが新書体となっているんですよ。このことから分生小判は草分小判とも呼ばれているんですよ。同じ文の極印でもフォントの見た目が結構違うので、素人でも見分けること自体は知っていれば可能です。では分生小判の買取相場についてご紹介します。先に注意なんですけど、ここで解説しているのは参考買取相場であって価値とは別物です。あくまでも買取業者による買取査定金額を想定した金額になっているので、通常の価値評価基準よりも低い金額となっています。また小判の評価価値は一概には言えない面もあるため、過去の取引事例やカタログ価格から算出した参考価格となっていますのでご容赦ください。分生小判の買取における種類は主に3種類に分けられます。一つは通常種、もう一つは裏の見極印が偶然大と吉となっている偶然大吉、三つ目が献上目的として特別に鋳造された献上小判の3種類です。献上小判の特徴はサイズがやや大きかったり、裏の見極印が意図的に大吉となっていて、一般的な小判よりも丁寧に作られていることから偶然大吉とは似ているんですけど、比べれば違いははっきりわかるようになっています。通常の分生小判の買取相場は状態が悪ければ2万円程度、状態が良ければ15万円くらいが買取相場となっています。偶然大吉の買取相場は状態が悪ければ7万円程度、状態が良ければ35万円くらいが買取相場となっています。そして最後の献上小判なんですけど、将軍に献上するように特別に鋳造された小判ということから希少性が高く、買取相場は状態が悪ければ15万円程度、状態が良ければ90万円くらいまでが買取相場となっています。最後に分生小判をフリマやオークションで取引することについての可否について紹介したいと思います。出品するにしても購入するにしても、そもそも分生小判自体の価値や状態をしっかり判断できないのであれば基本的にはお勧めしません。小判の価値基準の判断って曖昧な部分が多くて、判断を間違えれば高く売ることも安く購入することも当然にかなわないからです。そして取引した小判がもしも贋作だと判明した場合には、かなり面倒なトラブルもつきまとってしまいます。ネットでの売買は基本的には当事者間の自己解決が求められてしまうので、よくわからないのであれば専門店相談の上で売買するのがおすすめです。以上が分生小判の概要や買取相場についてでした。この動画で紹介している記念硬貨の買取相場を含めた情報は、日本貨幣カタログやオークションやフリマでの取引事例、造幣局の情報や古銭買取 .info という情報サイトを参考にさせてもらっています。情報サイトに関しては古銭買取情報に関するパイオニア的な存在なので、サイト制作者様にも参考にする許可をもらった上で参考にしています。他の古銭や記念硬貨の買取情報が気になる方は概要欄からサイトも確認してみてください。ここまでのご視聴誠にありがとうございました。